充完了です。行き先はっと。ねえルルア、いきなりで悪いんだけど、私の課題受けてみない？え、課題ですか？はい、やってみたいですけど大丈夫かな。私腕っぷしはあんまり自信がなくて、でも精一杯頑張ります。ああ、ごめんなさい、別に戦いの課題じゃないの。私の課題はこれよ。錬金術課題、布の調達。え、課題って錬金術なんですか？ふふん、そうよ。ま、私も伊達にトトリと旅してないからね。錬金術に関してはそこそこ詳しい自信があるの。まあ抜き打ちテストだと思いなさい。ミミさんの抜き打ちテスト、はい、わかりました。頑張ってみます。よろしい、それじゃ待ってるからね。これが課題の品っと。はい、どうですかミミさん。ふむ、一目見てわかるわね。素晴らしい完成度だわ。本当ですか？順当に成長してるみたいね。この調子で頑張りなさい。ともあれ、お疲れ様。はい、これはご褒美よ。お、ありがとうございます。けどミミさん、どうしていきなり課題なんて。ああ、それはね、もちろんあなたの成長を見るためよ。ほら、今トトリが錬金術を広めようと頑張ってるでしょ。でも人手が足りなくて、いつも大変そうなの。だから有望株のあなたを試したのよ。トトリの助けになれそうかどうか。なるほど、トトリさんの助けにか。ええ、あの子のやろうとしてることはきっとみんなのためになる。だからルルア、すぐにとは言わないけど、いつかトトリのことを手伝ってあげてちょうだい。それがトトリの親友としての私からのお願いよ。ミミさん、わかりました。トトリさんを助けられるくらいの錬金術師目指して、私精一杯頑張りますね。ええ、約束よ。行き先はっと。どの部屋？これな。これ。
行き先はっと。ふふ、皆様お集まりいただきありがとうございます。これよりドキドキ怪談話選手権を開催したいと思います。ふふ、いや本当に急でしたよね。ルルアちゃん、怪談話したいから人集めてって。なるほど、そういうことだったのか。何の事情も知らされていないんだが。私も。はっはっは、私もだ。だが怪談話とは面白そうだ。私もエンターテイナーの端くれ。では私から行かせてもらおうじゃないか。お、勇気あるわね、フィクスさん。じゃあよろしく頼むわよ。ああ。では私は残酷な悪魔の話をしよう。残酷な悪魔？ああ、とある雪山の中に高い高い塔が立っていました。そこには一人の悪魔が住んでいます。悪魔は退屈な日々を過ごしていました。それもそのはず、悪魔には知り合いが二人しかいなかったのです。一人は気まぐれで仲良くなった人間の少女、そしてもう一人は己よりも強力な魔物。ある日、魔物は人間の少女のことを食べようとします。魔物は言いました。俺は空腹でたまらない。人間を食わせなければこの世界を滅ぼしてやる。悪魔は魔物と戦いましたが、力は及ばず敗北。結果として少女を生贄として差し出したのです。己の力不足により少女を犠牲にした悪魔は以来己を残酷な悪魔と呼ぶようになりました。悪魔は今もその少女のことを考えているのです。次の生贄を探し求めながら。以上。どうだい、怖かったかい？あまりです。え、そうかな。個人的にはよくできてたと思うんだけど。怖いっていうか、悪魔さんがかわいそうでした。魔物を止められなかったせいで少女を生贄にせざるを得なくなって。うん、それにさ、その悪魔全然残酷じゃないよね。だって本当に残酷なら少女のことなんてすぐに忘れちゃうでしょ。言われてみればそうだな、フィクス。え、いや、なんでもないよ。そうか、残酷じゃないか。ああ。ではお前たちに真の怪談話を聞かせてやろう。僕の全力の怪談話、心して聞くがいい。ん？フィクスさん？
充完了です。何を作ろうかな。ルルアちゃん、何を作ったの？おう、これはね、特別な栄養剤なんだ。特別な？うん、ね、ってわけ。どう？すごいでしょ。うん、いい材料が取れればいつもより美味しいカレーも作れるね。そっか、言われてみれば。やった、私いい道具を作ったよ美味しいカレーのためにもどんどん特別栄養剤使っていかないとね。いいものの何に使うものなんだろう。ん？おい、いいものを持ってるじゃないか。あれ、オーレル知ってるの？なんだ、むしろ知らないのか。それはだな。というわけだ。そいつを身につければ戦闘がかなり有利になる。探索を楽にするためにも作っておいて損はないだろうな。なるほど、すっごくよくわかった。ありがとね、オーレル。行き先はと。お散歩お散歩、いいもの売ってないかな。お、これはまさかピュアトリュフ。お、お姉さんお目が高い。一口食べると心の内を話さずにはいられなくなるピュアピュアなこのキノコ。最近は市場価格が高騰してるんですが、特別に1000コールでいいですよ。え、ピュアトリュフが1000コール？安い、それは安い。あの、私買います。ピュアトリフ1万コールで買い取るわ。1万コール？あ、わかりました。お姉さんにはすみませんが交渉成立です。ありがとう、確かに受け取ったわ。ちょっとミミさん、そのピュアトリフは私が。ごめんなさい、ルルア。ずるいことをしたのはよくわかってる。でもね、このピュアトリュフだけは譲れないのよ。そんな、そのピュアトリュフ、一体何に使うつもりですか？こうするのよ。燃やした！
ノコ、この世からなくなった方がいいの。このキノコのせいで私は昔あんな恥ずかしめを。この人なんて目を。まさかあなたが各地でピュアトリュフを買い占めてるっていう伝説のトリュフデストロイヤー？どうかしらね。もしまたピュアトリュフが手に入ったら教えて。また私が買ってあげるから、すべてのピュアトリュフがなくなるまでね。えなんて覇気。取引をしただけで冷や汗が止まりません。はい、でも私は負けませんよ。いつかこの手にピュアトリュフを。そうですか。わかりました。なら私も協力しましょう。今度ピュアトリュフが手に入ったら一番にお教えします。トリュフ同盟結成ですね。トリュフ同盟、はい、ありがとうございます。トリュフデストロイヤーに負けないよう、お互い頑張りましょうね。ええ。トリュフ同盟、あいつ何やってるんだ。まあいいか、気にしたら負けだな。うん。さーて、どこに行こうかな。準備は OK？ さ、頑張っていきましょう。
なちゃん。まあ気にしなくても平気じゃない。私も子供の頃はいろんなところに行ったし。子供は風の子、元気な方がいいに決まってるよ。そういう問題なのかな。心配だな。これは調合に使えそう。えい、お、これは役に立ちそうだね。どんなものが作れるかな。燃料を燃料、引火しないように気をつけないと。植物は錬金術の基本。えい、おろそかにしたらバッチが当たるよ。おーいさ、何が釣れるかな。やった、大物こいこい。やり、大物こいこい。やり、虫取りは得意だよ。錬金術の材料にもなるし、お得だね。ここだ、ここだ。薬の材料だね。苦くない薬もあるのかな。よいしょ。あー、糸がこんがらがっちゃった。よいしょ。こっちがこうで、あー、よいしょ。持ってきたみたい。でもまだまだ頑張るよ。トン、えい、トン、トン、えい、トン、トン、トン、えい、トン。もう12月か。あ、ってことはアーランド王国祭の季節だ。確かアーランドの広場でやってるんだよね。今年こそ遊びに行ってみようかな。補充完了です。よし、出かけよう。リオネラさん、こんにちは。
ん？何か悩み事ですか？あ、ルルアちゃん。そうなんです。実は最近小麦粉が手に入らなくて、友達にパイを焼いてあげたいと思ったんだけど、どうしようかな。なるほどなるほど、そういうことなら任せてください。錬金術師の私になら小麦粉の調合なんてちょちょいのちょいですよ。まあ、それならお願いしちゃおうかな。はい、わかりました。いい小麦粉お届けしますね。この小麦粉ならきっと美味しいパイが焼けるはず。あの人が喜んでくれればいいんだけど。あの人？それってお友達のことですか？うん、子供の頃にとってもお世話になったんだ。前にも少し言ったけど、私ってもともとすごい恥ずかしがり屋で引っ込み思案だったの。そんな私と友達になってくれて、仲良くしてくれたのがその人なんだ。へえ。私にとっては恩人みたいなものかな。今でもとっても仲良くしてもらってて、だからなるべく美味しいパイを焼きたかったの。助かったよルルアちゃん。いえいえ、リオネラさんにとって本当に大切な人なんだってことがよーくわかりました。だからお役に立ててよかったです。それとですね、リオネラさん、ん？実は私、パイには自信があるんですよ。お母さんがよく焼いてくれたので。だからいつでも味見はウェルカムですからね。まあまあ、じゃあ今度お願いするとしましょう。改めてありがとうねルルアちゃん。またいつでも遊びに来てくださいね。はい、リオネラさん。それでは。よし、出かけよう。さ、頼まれてた仕事終わりました。うん、すまないな。君には助けられてばかりだ。いいんですよ、修行にもなりますからね。あ、ミミさんにステルクさん。お仕事のお話ですか？ああ、ミミ君に魔物退治を依頼していたのだが、あっという間にこなしてくれてな。さすがはミミ君だ。おお、ステルクさんにそこまで言われるなんて、やっぱりミミさんはすごいや。そうね、王国最強の剣士に褒められるのは悪くないわ。王国最強か。それで言えば君たて王国最強の槍使いだろう。あ、わあ、ミミさんってそう
ど、まさかそこまでだなんて。ふふん、驚いたかしら。ま、最強って言っても大会で優勝しただけだけどね。ミミ君のことは子供の頃から知っている。彼女の力は才能もあるが、努力によるところが大きい。さまざまな冒険が君を大きく育てたのだろうな。そうですね、ある意味それもあの子のおかげかしら。そうだな。ではまたよろしく頼むぞ、ミミ君。ええ、任せてちょうだい。王国最強の槍、役に立ててみせるわ。王国最強の杖使いになれるかな。我こそは王国最強のルルアなるぞ。なんて。よし、少しでもミミさんに近づけるように、帰ったら杖素振り100回だ。よし、出かけよう。アーランド王国祭って12月じゃなかったっけ。うん、やっぱりそうだ。よし、ちょっと行ってみるのもありかもね。会場はアーランドの広場だからすぐそこだしね。アーランドの広場ですね。わかりました。お祭りか、どんなのなんだろう、楽しみだな。驚いた。これこそが年に一度のアーランド王国祭。確かアーランドでは昔から年に一回お祭りを開いてたんですよね。そうそう。で、アーランド共和国になってからはもっと盛大にお祭りをするようになったってわけ。うず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 。今にでも飛び出したいって感じね。ま、たまには羽目を外して遊んでみるのもいいんじゃない。はーい、わかりました。思いっきり遊んじゃうぞ。そこのあなた、はい、これをプレゼント。え、な、なんですかこれ。アーランド王国くじです。一人一枚、一度だけ配ってまして、なんと豪華景品が目白押しなんです。当選番号は広場で発表してますからね。今年の王国祭のみ有効ですから、そこだけ注意してくださいよ。豪華景品、ありがとうございます。そっか、くじか。後で当選番号見に行ってみよう。いらっしゃい。
っかり夜だけど、まだまだ張り切っていくよ。さあ、どれを買ってくれるんだい。これで毎度あり。じゃあね、またおいで。はや、さすがだな。あれ、何やってるんだろう。私の勝ちだな。他に挑戦者はいないか。ステルクさん。ああ、ルルア君か。うん、ちょうどいい。どうだ、私と一戦交えてみる気はないか。一戦？一戦って何で戦うんですか。無論腕相撲だ。私に勝てば賞品も出すぞ。腕相撲？どこが無論なのかわからないですけど。どうしよっかな。その勝負受けて立ちます。お、マジか。やっちまえ、ジョーちゃん。よかろう。だが挑戦者には本気で挑むのが私の流儀。全力で行かせてもらうぞ、ルルア君。それでも構わないな。はい、望むところです。それでは、いざ尋常に勝負。隊長に勝っちまった。ああ、あの細腕のどこにあんな力が。いや、素晴らしい、素晴らしいぜ、ジョーちゃん。負けたか。この敗北、あの時を思い出す。そう、君の母親ロロナ君に負けた時のことをな。え、お母さんに。ステルクさんってもしかして意外に弱。うん、さて、勝った君には約束通り賞品を渡そう。とてもいい勝負だった。もしよければまた戦ってはくれないか。その時は私も全力以上の力を出し切ってみせる。望むところです。ありがとうございました、ステルクさん。あなた、くじを持っているのね。当選番号を確認してあげる。う、
お願いします。これなんですけど。ちょっと待ってね。なるほどなるほど、残念、外れちゃってるわね。はい、これ参加賞。ありがとうございます。残念だったな。行き先はあった。何を作ろうかな。何を作ろうかな。さて、どこに行こうかな。らっしゃい。さ、今日は何にするんだ。さあ、できたぜ。立派な船の碇だ。いやー、しかし驚いたぜ。まさかルルアが船を持ってたなんてな。え、どういうことですか。私船なんて持ってませんよ。は、いや、これ船の碇だろ。碇を俺に頼んだってことは、つまり。ああ、武器です。武器、私の仲間が武器として使うんです。何？武器？いや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 、おかしいだろ。怒りだぞ、怒り。要するに重しだぞ。どこをどう考えたらこれで戦闘をしようだなんて。さあ、わかりませんけど、本当に怒りで戦うんですもん。怒りを両手に持ってこうブンブーンって。両手？しかも両手持ちなのかよ。かあ、いろんな意味でやべえなそいつ。そうですね、とってもやばくて面白い人ですよ。面白いねえ。まあ、そんなやつじゃなきゃ怒りを武器として使おうなんて考えねえか。確かに威力だけなら十二分だ。怪我しないようにって伝えといてくれ。わかりました。それじゃあ持ってく。重い。だろうな。ま、後でアトリエまで持って行ってやるよ。さーて、どこに行こうかな。じゃあ、張り切っていくぜ。心の羅針盤の赴くままに。補充完了です。よし、出かけよう。この間はごめんね。ルルアちゃん置いてけぼりにしちゃったよね。ううん、気にしないで。でもよかったの。せっかく本当のお母さんと暮らせる機会だったのに。うん、みんなから贅沢だって怒られちゃうかもしれないけど、それでも嫌なの。絶対に嫌。実はね、私昔から両親のこと知ってたんだ。あ、そうだったの。うん、いろいろ調べたからね。執事のジョンさんが言ったことは間違ってない。
私はアーランド貴族ブラウグラース家の長女なの。でも家督争いになることを恐れた父親の指示で育児院に預けられることになったみたい。で、つい最近かな、なんだか跡取りが決まったらしくて、それで多分私を呼び戻そうとしたんでしょ。勝手だよね、本当に勝手。自分たちの都合で人のことを振り回して、しかも自分たちはいいことをしてると思ってる。人の気持ちも、人の気持ちも知らないで。エーファ、ごめん、ごめんね、ルルアちゃん。少しだけ胸を借りてもいいかな。うん、もちろんだよ。私とエーファは本当の家族だから。さあ、好きなだけ泣いていいからね。私はどこにも行かないから。収納されるんだ。お姉ちゃんのお腹は底なしですからね。たくさん食べるのはいいことだよ。食事は心を豊かにしてくれるからね。その通り。あ、ルルアちゃん、いらっしゃいませ。こんにちは。ご飯っていいよね。嫌なことも悲しいことも全部吹っ飛んじゃうし。そうですね、体にとっても心にとっても食事は大事だと思います。おー、レルア、いいこと言うじゃないか。珍しい。珍しいは余計だよ。ということで、お腹すいた。私もご飯。そういうことか、ルルア。まあ、ルルアらしいけどね。そうね。じゃあ、みんなの分も用意しましょうか。みんなで食べれば、ご飯はもっと美味しくなるもの。それじゃ、ちょっと待っててね。わーい、リーザね、ありがとう。ご飯、ご飯、カレー大盛りでお願いします。さーて、どこに行こうかな。目的地はどこだ。ま、どこでも同じだが。薄暗くてジメジメしてて、これの出番だよ。よっこいしょ。お、これは役に立ちそうだね。どんなものが作れるかな。
しないように気をつけないと。そろそろ解読してみよう。薬の材料だね。苦くない薬もあるのかな。これは調合に使えそう。何の材料になるか調べないと。このカレーも美味しいよね。もちろん調合の材料にも使うよ。補充完了です。よいしょっと。ここは5。解読完了。よし、出かけよう。さあ、どこに向かうんだい？視界は悪いし、足場も悪い。戦う時には気をつけないとな。そろそろ解読してみよう。暗くなっちゃった。アトリエに戻った方がいいかもね。せーの！何の材料になるか調べないと。なるほど。せーの、調合に一味加える材料だね。はてさて、どう使おうか。
俺の出番だよ。中身はなんだ。よっこいしょ。おほよっすごいしょ。素敵な材料だ。よっこいしょ。すごいことに使えそう。よっこいしょ。お、これは役に立ちそうだね。どんなものが作れるかな。せーの。種類によって性質も違う。しっかり勉強しないとね。とっ、えい、燃料、燃料しないように気をつけないと。よっこいしょ。よっこいしょ。せーの。これでどうだ。ピカピカ、素敵だな。あたし宝石大好き。これでどうだ。中身はなんだ。加える調味料。カレーの隠し味に使ってみようかな。開けごま。中身はなんだ。せーの。よっこいしょ。え、生き物から取れる材料だね。大事に使ってあげないと。せーの。水はこぼれやすいから注意して採取しないとね。
充完了です。さーて、どこに行こうかな。ニコさん、その説はありがとうございました。あなたの案内がなかったらどうなっていたか。気にすんなって、それくらいどうってことねえよ。ありがとうございます。また海に戻られたらよろしくお願いしますね。おう、任せとけ。ニコさん、こんにちは。お知り合いですか？おう、ルルア。ま、知り合いっつうか、昔案内した客だな。客？でもニコさんって、もともと海賊なんですよね。案内って？おいおい、俺を何だと思ってやがる。俺はアーランド中に名を轟かせる大海賊、荒波渡りのニコ様だぜ。そこらの悪い海賊と一緒にすんな。海を気ままに生きるのが真の海賊ってもんだ。はあ、海を気ままにね。そうよ、こちとら海の上で生まれ海の上で育った生粋の海っ子。海と共にあるのが俺様だ。はあ、でも今は普通に陸の上にいますよね。だから、それはだな、いろんな事情があって。知りたいな、そのいろんな事情知りたいな。そうか。まあ別に隠すことでもねえから教えてやる。壊されちまったんだよ、冒険者に俺の船を。な、え、船を壊された？それまたどうして？いや、さっきのルルアと同じさ、悪い海賊と勘違いされちまって。なるほど、それはまたご愁傷様です。はあ、陸の上の暮らしなんて全然わかんねえしよ。海が恋しい。できることなら、できることなら今すぐに海に戻りて。あ、泣かないでくださいよ。なんかすっごい注目集めてますから。